ロベルト・ビルヘルム前・ブンゼン1899年8月16日はドイツの科学者である。自らが改良したバーナーを利用して、グスタフ・キルヒホフと共に文工学的方法で1860年にセシウム、1861年にルビジウムを発見した。ゲッティンゲン出身。1831年秋にゲッティンゲン大学を卒業後、 1832年5月から1833年9月までヨーロッパの各地を遍歴した。1834年1月ゲッティンゲン大学講師。1836年4月カッセル工業専門学校教師。1839年8月マールブルク大学院外教授。1841年7月生。教授。1851年4月ブレスラウ大学。 教授を経て1852年8月、レオポルト・グミリンの後を継いで、ハイデルベルク大学理学部科学教室の第二大教授になった。その間、水酸化鉄のヒ素中毒の下毒作用の発見などを行ったが、ヒ素化合物の過去汁の研究によりヒ素中毒で死にかけた上、過去汁の爆発により、右目の視力を失うことになった。1841年、 電池の陽極を、それまで使われていた白金から安価な炭素に変えた分前電池を発明し、それを使った電気分解によりマグネシウムなどの管理を行った。ハイデルベルク大学での文下生には、ロータルマイヤー、アドルフ・フォンバイヤー、フリードリヒ・バイルシュタイン、ビクトルマイヤー、ヘイケ・カメルリング・オネスなどがいる。 またドミトリ・メンデル・エーフも1859年から2年間留学生として滞在した。1852年からヘンリー・ロスコーと水素と塩素からの塩化水素の生成の研究をはじめ、文前ロスコーの法則の発見につながった。1859年からキルヒホフト文工学の研究をはじめ、1860年にセシウム、1861年にルビジウムを 発見した。火山ガスの分析など、後に地球科学の分野になる研究も行った。1870年に氷熱量計、1887年に蒸気熱量計の発明を行った。また、中学校などで使われているガスバーナーの改良にも携わったと言われている。1860年、王立協会外国人会員、選出。 1899年ハイデルベルクで没死した。1908年に除幕された記念碑の立像部分と思われるものが市内にある。ありがとうございます。